おはようございます。おはようございます。本日はリピートの方から不要品がまた出たということで回収しに行きましょう。はい、バモッちゃんにはねちょっといろんなものが詰まってるんではい、それを下ろしましょう。はい、じゃあ今日も頑張りましょう。はい、えいえいよ。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあお邪魔します。お願いします。じゃあちょっと物の確認、座椅子と冷蔵庫。はい、あーはいはい、いいですね。かしこまりました。こっち持ってて、よこの辺も大丈夫かしら。本日もありがとうございました。すいません、ありがとうございました。お疲れでした。お疲れ様でした。やっぱり暑いと汗かくねもうタオル必須だわ。そうですね、じゃあこれから倉庫に戻りましょう。はい、おお、取れました。腰が痛い。なかなか分解しましたね。まあこんぐらいはねついてても大丈夫だから。じゃあ本日の分解って感じかな。ゴールデンウィークってとこでね休みだから、どうしよう、代行出品しようか。はいね、口もオーブン。あ、カナブンだった。怖いこと言わないで、蜂嫌だよ。これちょっと引きながら入れるのが得意。へえ、おはようございます。これから残地撤去の見積もりに行ってこようと思います。状況を確認してやっていこうと思います。またあいみつとのことなのでどんな感じになるんでしょうかね。ちょっとまだまだ手探りです。じゃあ今日も頑張っていきましょう。ここにもう一個やこうか。チャンネル登録よろしくお願いします。今日はお母ちゃんの誕生日です。で、本当はプレゼントを準備しようかなと思ったんですけど、あげたいなと思ってるものが仕事で使うものなので、お母ちゃんにちゃんとこれがいいみたいなのを聞いてからやった方がなんか長く使ってもらえるかなと思ってやめました。で、この前ゆうまつさんからいただいたので作ってお祝いしようかなと思って。ジェラードピケ？ジェラードピケ？なんか有名人とかがなんかモコモコして可愛いから。そうそうそう。着てる肌触りがいいやつ。そう、へえー。来ましたよ。で、僕のプレゼントが届くと申してるんですが、はい、今日届きました。あ、じゃあそっか、あれそうだったのか。届きました。はい、届きましたか？少々お待ちください。はい。はい。お願いしますよ。これです。これのことを言ってるんだと思います。松坂牛って書いてありますよ。いやー、もうまず箱がおかしいもん。
やばいやばいちょっと待ってすごいよ。松阪牛特製ハンバーグって書いてあります。俺松阪牛のハンバーグなんか食ったことねえんだけど。私も食べたことない。やばいな。お前には1ミリたりともやらんから。なんで一口だけじゃあげようか、うん、こんぐらいね。うん、いいよ、それぐらいでもちょっとだけちょうだい。いや、いいよ、ちゃんとあげる。優しい。いや、うまそうだな。開けてみないの、それ。なんか申し訳ないかなと。あ、食べるときに開ける？ハンバーグだって。だってこんな高級商品、一生に一度あるかないかな。そうだね。あんま僕はないと思う、でも。じゃあ、そのまま。これを開けるところから、このクッキングを取ってください。あ、わかりました。はい、それでお願いします。はい。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。最高の32歳度を待ちたいと思います。はい。この松坂牛とともに。やばいね。そしてゆうまちさんがね、あのお手紙で、うん、丁寧な仕事ぶりをしてると、うん、やっぱりお仕事がね、こう舞い込んできますと、うん、まあ紹介とかもそうだけどね、うん、やっぱりそれはピカフクさんなら大丈夫って言ってくださってるから、はい、今後も丁寧な仕事を心がけましょう。心がけましょう。はい。まあ今日はそのちょっとケーキを作ろうかなと思います。まあ、ケーキといってもそんなあのハンドミキサーとかは何もないのでガチなケーキじゃないんですけど、ガトーショコラを作ってお母ちゃんにあげようかなと思います。焼き上がりです。うわちょっと食べたい。でもまあ、このまま渡したいから我慢です。親じゃないね。なんで赤いの持ってんだこの人。どう。頑張ってる。あ、こんにちは。本日はあいにくの雨なんで、代行出品をやっていこうと思います。そんで午後は見積書をこぶあれだよね、作んなきゃだよね。そう、うん、まあ、見積書を作ったり、あの在宅のちょっとやるべきことをやります。じゃあ頑張っていきます。おかしい、なんじゃこれは。なんかさっきより散らかってるよ、うち。え、めちゃくちゃムカデがいらっしゃる。やだ、ムカデに刺されたことある？なあ。あんの？うん、アレルギー。痛かゆくない？ノー。で、1,2,3,4,5,6 やりました。最初まで見て。まあ、やだやだ、それやだやだやだ、キモいキモい。ムカデ捕まえた。言ってんの？やりました。痛くない？やりました。本当ありえないわ。ムカデマスターになったぜ。もう俺今日だけで3匹のムカデを保護してあげた。保護じゃないだろ。チャンネル登録よろしくお願いします。おお。うるさいんだけど、ちょっと音量。音がでかい。着きました。ここで、今後ゲームも確認できるから。うん、ああ、よかった。よかったね。掃除に掃除を重ねても、録音がダメなのか、テレビがダメなのか、これら自体のカセットがダメなのか、それとコード類の配線かと思ってね。うん。いろいろね、お疲れ様でした。そしてね、この引っ越しで使ったこのね、養生を再利用するっていう。やばね。いきます。いやいや、あ、すいません。行きます。お願いします。じゃん。おー、でん、おー、うまそう。1個食べるけど、お前半分こで1個食べる。真ん中に竹串等を刺しましょうとか。肉汁出てきちゃうんだ。おー、もう食おうぜ。ね、おかちゃん、あ、何、フライパンうちのクソだったじゃん、うん、だからね、このハンバーグを焼くために買いました。お金持ちだね。新品。いただきます。いただきます。じゃあ早速いただかせていただこうか。もうね、匂いが違うから。あー、違うね、うん、いただきます。
ビミネコさん半端じゃねえぞ、これは。これが松坂牛っていうやつか。めっちゃうまいね。うん、なんかとろけるよね。うん。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear おかちゃん。Happy birthday to you. パチ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 。僕の体を気遣ってまた控えめですか、甘さは。はい、甘さ控えめでございます。かわいいサラダね、これは。ベイビーって書いてあるの、これ。ベアですベアですか。うん、うまいよ。うまい。うん、そりゃよかった。そして今回も届きました。今回サッチンさんがプレゼントくださったということで。はい、優しいね。よかったね。やっと俺のファンになったか。コブファンから移動したかも。岡ちゃん、お誕生日おめでとうございます。まだお若いのでコリがあるか分かりませんが、日々の疲れの癒しのお供にしていただけたら幸いです。サッチンって書いてあります。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかいつもさ、可愛いのに入ってるよね。うん、どうやって開けなくても、ここ、ここ、そっから取るのね。すみません、プレゼント慣れしてないもん。メッセージカードはこれ後で入れといてください。はい、じゃじゃん。おお、ネックリフレッシュだって。おお、俺首めっちゃ混むからめっちゃいいじゃん。いいじゃん。私もちょっと迷ったんだよね、お母ちゃんにそれ。おお、良さそうね、毎日使いそうなんだけど。おお、いいね。あ、こういう感じでね。なんかスタ入るよ、首。あ、ちょうどいいよ。おお、おお、いいね。うん、もうちょっと、びっくりした。おーおーおおお、ピリピリしてる、ピリピリしてる。リハビリのさ、うん、あの電気でさ、こう腕とかに流れて。ああ、はい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 。あ、いいね。いいですか。これいいわ。ちょっと出たらやるわ。あの汗でペトペトしてるからいい。それ汚い。サッチンさん、ありがとうございます。本当助かります。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。てなわけでね、まあコブちゃんにもケーキもらっちゃって、はい。でユーマシさんのハンバーグと、はい。そしてオンマさんの三重県のお米と、そして最終的にサッチンさんの首マッサージ機、はい。いい誕生日だったんじゃないですか。いい誕生日でした。麻雀負けなければ。もうね、体力が限界でね、うん、ダメ。もうだってもういつも思うんだけどさ、麻雀長すぎない。長かったね、今回もね。12時間ぐらいやってたらいい年こいて。本当よ。それでね、あのすぐにね、またリピートしてくださってね、はい、ありがたいことにね、はい。でその後何したんだっけ。見積もり行ったのか。うん、見積もり行きました。で普段通りのね、ただ問題っていうのが大きいタンスが多かったから、うん、搬出するときに壁に当てないのも気をつけなきゃいけないのと、うん、あとちょっとこっちだと不安だなとね。そうですね、川にね、うん、っていう感じでしたけど、まあとりあえず見積もり書は出しましたと。アイリスとのことなので、はい、まあどうなるか分かんないです。そう、代行出品をしました。そして発送もしました。はい、発送の時は撮ってなかったんだけど、もう疲れ果てて。ああ、撮ってなかったですね。って感じかな。なんかあっという間だね。うん、ただそのやっぱ集客っていうものにもうちょっと時間をさ、うん、こうしてかないと、うん、なんだかんだ言ってたってもう夜10時だからね。うん、ちょっと今日もここからちょっとパソコンのお勉強を、お風呂入ってサッチンさんの首マッサージやりながらちょっとやるけど。はい、おいおいね、そういうのも結果が出てきたら発表していきたいと思うわ。うん、感じかね。なかなか集客の時間が取れなくてね。そんな中でもこうやって代行出品もさながらさ、うん、お仕事さ、うん、ニッさん、こんな案件あったんだけどないですかってお見積もり連絡くれたりとか、うん、ありがたいことですよ本当に、はい、周囲に救われております。はい、僕もですね、自己集客を頑張んなきゃいけないんですよ。頑張っていきましょう。はい、じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。よろしければこちら
グッド評価とチャンネル登録、そしてコメントもよろしくお願いします。それではまた。10時ですね。もうなんか部屋に着替えちゃうとオフモードだよね。ちょっと寝たい。もうそれはまーちゃんのせいでしょ。まあ付き合い大事だから。なんだかね、こんな感じで頑張りましょう。頑張りましょう。